おはようございます、久保です。今日のお話はですね、私が新しく買ったパソコンで未だに手元に届いてないと。12月の8日にオーダーして、もうすぐ2月になるのに私の手元に届いてないですね、ある有名企業の、高級パソコンのその続きをお伝えしようかと思います。私はですね、入荷した時に、私の家に届けられた時に、動画を撮って開封動画っていうのをやって、ライブでも皆さんにねお見せしましたし、内容物っていうのは何ですかね、こういう付属品を包んでる袋まで剥いでるところまでね、動画を撮ってたわけなんですよね。で、何がある何がある何があるっていうのもやりまして、それで、セットをしました。セットした途端、それも動画撮りましたけども、不良品でした。不良品だったんで、すごくめんどくさいんですけども、また箱に詰めてですね、元通りにして、入れ込んで忘れてるものがないかどうか撮影して、一応記録として撮っといてですね、で、販売元の方に送り返しました。ちゃんと連絡してね、送り返せってことだったんで送り返しました。で、部屋の中には何にもネジ1本ない状態で送り返したんですよね。で、その後、対応の連絡が来ましたと。届けていただいてありがとうございますと。じゃあこれからリペアしてですね、また組み直してお届けしますねみたいな連絡もあったんですけど、なんとですね、あれとこれがないんですけども、すいませんけども別便でいいから送ってくださいって来たわけですよ。さあ来ましたよ、ここですよ。私ははっきり言って、追加料金の請求がこれで来ると思うんですよ。もともと不良品でなかったらこんな問題も起きなかったんですけども、不良品だからっていうんで、交換を要求されてね、もう私は返品っていうか返金してほしかったんで、もうこれダメだなと思って、信頼できないなと思ったんで電源入れて不良品っていうのはちょっとね、あまりにもひどいですよね。私がね、1日でも使ってソフトの1本でもインストールして動作不良が起きたんだったら、私にも責任があるかなと思ったんですけども、電源入れた途端に動かないわけですから、新品で、70万前後してね、それはないだろうと思いましたよね。本体だけで70万ですよ。しかも、内容っていうのをこう指定して、どんなセットにするか私の方でデザインして、向こうで組み上げてもらったんですよね。当然出荷前の動作確認もしてるもんだと思ったんですけども、動作確認してないって言うんですよ。そこは正直に答えていただいて、よかったなと思うんですけども、そういう状態なんで、返金してくれっていうふうにお願いしたら、返金はできませんって言うんですよ。ひどい話ですね、返金ができないっていうのも。で、返金ができないんだったらしょうがないから、時間はかかるけど交換という話になったんで、交換お願いして、すべてね、いただいたものをすべて箱に入れて送り返しました。そしたら、あれとこれがないって言うんですよね。って言っても、もうこっちにもないんで、いやもう全部送ったんでないですよと。一回はね、そういうふうに申し上げました。そしたら画像付きで、これとこれがないんですよみたいなこと来たんですよ、画像付きで。さあ来ましたね、こっちの方も送った商品の画像を撮ってますからね、動画も撮ってますからね、それを一切合算まとめて、いやいや、届いたものと送り返したもの、これ記録撮ってるんですよ、見てくださいって形で、発送直前の画像も撮って、その中にはこれがないよって言われたものも入ってるんですよね。それを今送りました。さあ反応がどういう風になるのか楽しみだなと思います。でもですね、やっぱり追加料金がいりますよって言われたら、私は払いますよっていう風に申し上げました。つうかもうね、使うつもりがないんで、もうそのままね、もうパソコンもいりませんと、もうそっちでいいようにしてくださいって、儲かりましたねみたいなね、そんな皮肉も投げかけたいなって気持ちになったんですけども、そこまでね、乱暴なこともできないんで、一応きっちりと最後まで取引先の会社のやりたいようにやらせてあげようかなと思います。5万追加しろ、10万追加しろって言ったら払いますよ。そこまでして儲けたいんだったら、顧客がね、私がですね、信用できないとお前金払えってことだったら、もう払いますよ、そんなせこいこと言わずにね。そんな感じですよね。私としてはですね、送り返した先の向こうの会社がなくしたか隠して届いてないことにして、私にまたね追加料金を請求してるんではないかなぐらいの、そのぐらい思っちゃうぐらいもう信用を失ってるんですよ。だからね、その会社の製品使いたくもないし見たくもないですね、もうね。高い授業料ですけども、これも ICO を買ったのと同じような感じでねもう妙なもんをね買っちゃダメだなと思いました。私通販で初めて失敗しました。通販で今までね、もう何千点と買ってきたんですけども、
あの不良品がこれだけの高額なもので、誰でも知ってるようなパソコン会社の名前でここまでのものが届くとは思わなかったですね。でしかも言われた通りに、返送したら、送り返したら、あれがないこれがないっていう風に、ね、なるわけですよ。あれがないこれがないって私はそれ入れた画像ありますからね、入れた画像とか動画ね、これ送り返したからどうするんだろうと思いますよね。ああなんか郵送中に運送中になんかなくなったってことにでもなるんでしょうか。うん、まあでも元を正せば不良品が来なければ全く問題なくって、私も今頃こうやって使ってるわけですからね、うん、もう2ヶ月近くになりますよ、オーダーして製品がないというね、あの1年の6分の1年というね安く売ってください、本当ですよね。6分の1年が私無駄になりましたよ本当何をやってるんだろうね。うん、まあまあそんな感じでね、担当の方も多分受付っていうかね、カスタマーサポートでお電話の応対してるだけで、こう届いた製品を受け取ったわけでもないし、二次的三次的にないよって言われたから私に連絡してるんでしょう。板挟みの状態なんだろうと思いますから、その方をね、担当の方を責めてもしょうがないなと思うんですけども、担当の方を責めてもしょうがないっていうことを利用して、その会社ぐるみで顧客から法外なね、またね、追加料金を踏んだくろうとしてるんじゃないかなと私はね思ってしまうぐらいですね。私はもうねこの会社大嫌いですね。もう会社の製品使いたくないですねでもまあまあ私がそう思ってるだけで、他の方はこの会社大好きでいてください。その会社を信用しておいてください。あの特にあの営業妨害したわけじゃないです。私の個人的にここの会社はいいな、ここの会社は悪いなっていうね感想を持ってるだけですからね。さあそんな感じで、ちょっと腹いせ放送じゃないですけども、こうやって私一つ一つ記録取ってるんで、あの私が間違えていたら正直に間違えた記録がありますから、もう反省もね弁償もできますんで、あのいろんな意味であのいいなと思うんですよ、こうやって記録が取れるっていうのは。でまだ記録の捏造だとか言われる人もいると思いますけども、要するに画像をねなんかこう修正したりとか、なんか張り替えてコラージュしてるんじゃないかみたいな話もありますけどもね。まあどこまで人っていうのはね信頼関係を大事にすればいいんだろうかという話でございます。まあいろいろと感じるところありましたけども、一応ですね、あれがないですよこれがないですよって言った言われたメールに関しましては、私は画像付き動画付きで今返信しましたんで、これどういうふうに方便取ってくれるのかね、非常に楽しみだなというところはあります。どうなってるんでしょうね。それとも本当に私がねなんかこれだけあの言われると自分が悪いのかなって気になってくるから不思議です。あの警察の取り調べもそうなんですけども、あの自分がね何もやってなくてもお前がやったんだろうってずっと言われたら、あもしかしたら気づかないところでやったのかもなっていうふうに、ね、気持ちって人の気持ちってそうなるんですよ。要するに耳から入った情報、目から入った情報が感情を作り出すんですよね。で感情があのリストラクチャリングされると、今度は自分が体験したことが虚像で、他の人が言うことが本当なのかなって気になってくるんですよね。だから皆さんがね何かこう10回言われたら嘘でもそれが本当に思えてくる、これを利用してプロダクトローンチの組まれてますから、ご用心くださいということでございますそれからまあね、いろんなものを信じながら疑うっていうのは非常に難しいんですけども、どうバランス取っていけばいいのか。いやでも私はこういうふうに記録を取ってるんで自分で確認することができるんでね、まあ開封動画を見て確かに入ってるな入ってないなっていうのが分かるんで、ちょっと良かったなと思います。皆さんもね断るごとに記録を取ることをお勧めします。それでは本日の追加放送以上です。